こそお越しくださいました。実は今あなたたちにしか頼めない依頼を預かっておりまして、ちょうど連絡しようと思っていたところなんです。オイラたちにしか頼めない依頼？もしかして魔人級の依頼ってやつか？冒険者協会の依頼にそのような分類はありませんよ。それにこの依頼も想像されているような規模のものではありません。内容はただの人探しですから。え？じゃあなんでオイラたちにしか頼めないんだ？はい、この間積まれた依頼を整理していた時にたまたまこの人探しの件を見つけまして、一見すると普通の依頼なのですが、十数回と失敗した記録が残っているんです。その中には名高い冒険者さんたちもいました。冒険者協会の信用を守るため、そしてスメール支部の業績向上を考えた結果、ここ数年で依頼の達成率が一番高い冒険者さんにお願いしたく。もちろんオイラたちのことだな。お二方はこの依頼の最後の希望です。もしあなたたちでも達成できないのであれば、依頼人に連絡して取り下げの相談をしようと思います。そっか、じゃあ早速教えてくれ。一体誰を探したらいいんだ？そもそもなんでそんなに難しいんだよ。この人探しの依頼はイマラ村の方々が共同で出したものです。伺った話によりますと、ある村人が失踪したとのことですが、依頼をした方々は失踪者の名前すら把握しておりません。覚えているのはただ失踪者の大まかな特徴と顔だけとのこと。え？同じ村の人なのに名前も知らないのかよ。それに冒険者たちがこぞって失敗してるんだろ？もしかしてそんな人物花からいなかったってことはないか？それか誰かのいたずらだったり。いえ、その可能性はおそらく低いでしょう。依頼を出された際には村の方が複数人いらっしゃいましたし、あの表情と話し方も冗談を言っているようには思えませんでした。依頼を出すにも手続き料としてモラが必要です。このようないたずらをしたところで何のメリットもありません。とりあえずまずはビマラ村で聞き込みをしてみてください。私のところにもいくつか資料はありますが、ここはやはり村の方々から直接情報を得た方が信憑性も高いでしょう。うん、任せとけ。早速出発しようぜ。いろいろ話を聞いてたらだんだん気になってきたぞ。いらっしゃい。何かお求めで？私はここ一帯で商売を。あ、いや、オイラたち用事があってここに来た冒険者なんだ。さっきキャサリンのとこでビマラ村の依頼を受けて。ああ、その件か。はあ、わざわざこんなところまで足を運んでもらってすまないな。正直に言うと、ここの人たちはほぼ諦めてるんだ。やってきた冒険者はみんなやる気に満ち溢れてたが、結局すぐ諦めて帰ってしまったからね。耳にタコができるほど情報について聞かれたし、ビマラ村の周辺の地面も掘られて調べ尽くされた。それなのに何の進展もなかったんだ。じゃあそいつの名前は？もともとどこに住んでたんだ？あとそいつの家族は？知らない知らない知らない。そんなに答えたくないのかよ。ああ、いや、すまない。これは何もイラついてるわけじゃなくてだな。
ただ君の3つの質問にそれぞれ答えただけだよ。知ってることはあまりないが、それでも印象には深く残ってる。何しろこれまでビマラ村で共に暮らしてきた仲間だ。一緒にいろんなことをした記憶だってある。ただね、それらの具体的な内容が出てこないんだよ。あるいは昔は知っていたが今では誰も覚えていないと言った方が正しいかもしれない。いずれにせよ、村のみんなで情報を交換し合った上でこうなんだ。分かったよ、そういうことにしとくぞ。じゃあそいつってどんなやつだったんだ？ああ、確か20代前半の青年だったな。いつも熱心に人を助けていて優しいやつだった。うちに客があまりいないときはたまに雑談の相手になってくれてね。それに助けを求める人がいたら我先にと急いで駆けつけてた。実に面白いやつだったよ。結構そいつのことが気に入ってるんだな。そいつの話になった途端表情が柔らかくなったぞ。そりゃそうさ、きっとみんなに好かれてただろう。でなきゃ集まって冒険者協会に依頼を出したりしないさ。今時あいつみたいに純粋な心を持った若者はそういない。なんで急に姿を消したんだか。危ない目に遭ってなければいいが。もしかしたらこっそりどっかに引っ越しただけなんじゃないか。いやそれはない。彼の性格からして挨拶もなしにいきなりいなくなったりしないだろう。仮に本当にそうだったとしても、引っ越しなんて大掛かりなことを村の全員に隠し通せるわけがない。うん、確かにそうだな。情報ありがとな。他のやつにも聞いてみるよ。それおや、客人かい？こんにちは、アマディアじいちゃん。オイラたちビマラ村が出した依頼を受けてきたんだ。おお、そうだったか。ご苦労さん。こんなところまで来てもらって申し訳ないの。どうかあの子を見つけてやってほしい。あん、オイラたちいなくなった人のことをもう少し詳しく知りたいんだけど、知ってることを教えてくれないか。ああ、もちろんいいとも。お前さんたちの役に立つのなら何でも教えよう。わしは目が不自由で、以前はよくあの子の声を耳にしておった。だがこうしてあの声が聞こえなくなると心にぽっかりと穴が開いてしまったかのような気分じゃ。あの子の両親はこのビマラ村におらんようじゃ。でもあの子が寂しそうにしてたことは一度もなかった。それどころかいつも率先して他人の孤独を和らげようと誰かの相手をしておったんじゃ。一人暮らしの老人のところへ家事を手伝いに行ったり、村の孤児の遊び相手になってあげたりとな。それから誰かが辛い目に遭えばあの子はその話を聞いておった。人を慰めるのも上手じゃったよ。村長としてあの子にはいくら感謝してもしきれない。精神面のケアをするのは本来わしの役目の一つじゃからな。なるほどな。そいつの失踪をお前たちが心配してる理由がなんとなくわかったぜ。本当に優しいやつだったんだな。でも名前、住所、それから家族のこととか、村長のアマディアじいちゃんでも知らないのか。はあ、そこはまさにわしが一番負い目に感じてるところじゃよ。何があってもわしだけは覚えておくべきだったというのに。ああ、
年を取ってしまったからなのかもしれん。どうしても思い出せなくての。ああ、無理して思い出そうとしなくても大丈夫だぞ。オイラたちで何とかするからさ。旅人、お前はどう思う？だな、オイラもそう思うぞ。いくらなんでも名前を覚えてる人がいないなんておかしすぎるし、住所も家族の情報もない。まるでこの世界から消えちゃったみたいだ。それってつまりこの世界から消されたんじゃなくて、そもそも存在しなかったってことか？ちょっと待ってくれ、オイラこがらがってきたぞ。記憶の中にしか存在しない人？あなたたち、ビマラ村に来たばかりの冒険者さん？もしかして依頼を受けて来てくれたの？おう、そうだぞ。今失踪事件の調査をしてるところなんだ。よかった、まだ諦めないでいてくれて本当にありがとう。冒険者協会が依頼のキャンセルをしてしまわないかずっと心配してたの。あ、私はアトッサ、ビマラ村の住民よ。その、どうか諦めずにこのまま調査を続けてくれないかな。お願い。おう、そう心配しないでくれ。ところで、アトッサは失踪したやつのことをよく知ってるのか？何か手がかりは？手がかりって言えるかどうかわからないけど、一緒に来てくれる？ある場所にあなたたちを連れて行きたいの。場所って？うん、他と大差なく見えるけど、私にとっては思い出が詰まった場所なの。よくこの木の下で話してたんだ、私たち。雲を見ながら風の流れを感じて、つい時間を忘れてしまうなんてこともしょっちゅうあった。私ね、小さい頃森の中にいたらしくて、それをレンジャーが見つけてくれたので、ビマラ村に引き取られたんだ。みんなすごくよくしてくれたし、毎日楽しかった。でもやっぱり当時は寂しくって。寂しい？なんて言ったらいいかな。たまに楽しいことや悲しいことが心の中に湧いてくるの。でもそれを誰に話したらいいのかわからなくって、そもそも誰かにこの気持ちを話していいのかどうかすらもね。みんな自分の暮らしがあるし、心の中打ち明けるのって時に迷惑になったりするでしょ。え、あなたもそう思う？ひそっか、ならよかった。本当に羨ましい。私にとってね、彼は家族であり、そして自分を理解してくれる友達でもあったの。どんなことでも彼になら遠慮せずに話せた。あの人は純粋で気配りが上手で、いつも興味津々って顔をしながら話を聞いてくれてた。退屈そうな顔は一度だって見せたことない。そう、まるで自分自身のことを聞いてるかのようにね。失踪してからも話したいことが山ほどあって。ううん、それはもういい。彼にもう一度会えればそれだけで十分。二人は本当に仲がいいんだな。じゃあそいつ自身のことで何か教えてもらったことは？覚えてることは何かないか？そうね、
彼から聞いた話のほとんどはビマラ村で見た面白い出来事とか思いもよらない空想じみたことだったから。あ、そうだ、前にあなたの両親はどこにいるのって聞いたことあるの。でも彼らはここからいなくなったって言葉が返ってきただけで、結局それが単にここを離れたって意味なのか、それともこの世を去ったって意味なのかは聞く勇気がなくって。となると、これといった手がかりはなしか。あ、こんなに話したのに役に立てなくてごめんね。こんなにたくさん喋ったのは彼と一緒にいた時以来。そういえばあの人と話すのはいつもこんな夕暮れ時だった。今思い返してみると、彼と話してると時間の流れがすごくゆっくりになって、ずっと喋ってても全然日が暮れなかった気がする。確かにリラックスしてると時間の流れが遅く感じるよな。あれ、どうしたんだ。あれ、あそこのヒルチョールたち、なんだか様子がおかしくないか。あ、アビス教団がいるぞ。まさかあいつらが何かやったのか。気づかれたぞ、戦闘準備だ。かかれ。ガンザン八九。どの目が出るかしら。よし、うん、そこ。よし、うん、無我の教師貫こうに。ありがとう。まさかこんなところにまで魔物が現れるなんて。あなたたちがいなかったら今頃大変なことになってたかも。ひひ、これくらいわけないぜ。そういえば確かにここ最近ビマラ村周辺のヒルチャールたちの動きが前より活発になってるみたい。ヒルチャールたちは常に落ち着きがなくて、たまに無差別に攻撃してくるんだって。村長が子供たちに村の外で遊ぶなって厳しく言いつけてるほどでね。まさか本当にアビス教団が関わってるのか。念のためビマラ村に戻って様子を見てみようぜ。村の人たちが危ない目に遭ってないといいけど。